田島監督、亡くなったのは先月の末でありました。昨日その葬儀が行われました。この押せ押せ、前へ前へというこの北島ラグビー、北島イズムが選手たちに残したものは何だったのか、短い時間ですけれども今日は特集を組んでいました。どうぞご期待くださいませ。67年の長きにわたって明治大学のラグビー部を率いた北島忠司監督が亡くなったのが先月の28日のことでありました。そして昨日その葬儀が明治のジャージ、紫と白の花に囲まれて行われました。北島監督は前へという言葉を常々おっしゃっていました。推しのラグビーに徹した北島監督は選手たちの心に何を残されたのか、今から4分30秒ですがご覧いただきます。昭和4年に就任した北島監督はフォワードを中心に前へ突進する明治伝統のラグビースタイルを作り上げてきました。北島監督はラグビー部の合宿所のすぐ近くに自宅を構え、部員たちと共に過ごしていました。この司令塔から毎日選手たちの動きを見つめてきたのです。学生時代に相撲をやっていた北島監督は、相手から逃げずにまっすぐ前へ攻めることを部員たちに教え続けました。まだ惰性でやってるぞ、はいはい、失敗なんか構えないんだよ、練習だから、はいはい、一度失敗しちゃっていいんだよ、はい、格好つけてラグビーやってる、はい、やってるかガッてやれ、はい、教えてやれ。いちいち勝った負けたなんて気にしてちゃ命が持たないよ。北島監督は常に試合は勝ち負けではなく自分の力を試す場だと言い聞かせてきたのです。逃げないでね、どんどん行きなさいみたいなことを常に言っておられて、まあ、試合前なんかはとにかくその練習通りやれと、いつも一緒なんですよね、言われること。ほんで選手もそれも当然分かってんねんけども、その一言で今からその本当に試合なんだと、ね、もうここからは逃げられへんし、その勇気を振り絞って敵と立ち向かってこう正々堂々戦わないといけないんだという気持ちに切り替わった覚えはありますね。今も語り継がれている試合があります。昭和62年12月、雪の中の総名戦です。この年のキャプテンは卒業後神戸製鋼7連覇の立役者となった大西和平さんでした。伝統の総名戦、この年は関東大学対抗戦の優勝をかけた一戦でもありました。足場が悪く押し込みを得意とする明治が有利と見られていましたが、早稲田の前線ばかりが目立ちます。得点は10対7で早稲田のリード。明治の挽回のチャンスが来たのは後半ロスタイムに入ってからです。この湯気丸行ったか、早稲田に反則、狙わない。反則により明治はペナルティーキックの権利を得ました。これで3点入れば同点です。しかしキャプテンの大西さんはあえてトライでの逆転を狙いました。長かったですね。もう終わるだろう、もう終わるだろうと思いながら、でも明治っていうのはその前っていう一言のもとにこう結集してわっと傘にかかってこう攻めてくると。明治は突進でしょう。さあ行く、ペナルティーゴール狙わずに行く、リング行った、竹の内折り返しフォワード、さあボール出た、スタンドオフか、連続明治がボールを試合、あ、早稲田にアドバンテージを見ている、ノーサイド、ノーサイド、明治あと試合には敗れましたが、北島監督は終わった瞬間とても満足そうな笑顔を浮かべました。ようやったと、まあ、負けたけども非常にいいゲームだったというふうに言われました。まあ、なんか北島先生はそういうあの人の中でもそういう判断を絶対俺は下してたぞという意味で褒めてくれはったんかなという気もしますね。前、それが67年間の監督生活の中で北島監督がラグビー部員に言い続けたただ一つのことでした。まあ、その北島先生の教えっていうかね、そういう伝統の中で僕の中にもこう
根付かされたものっていうのはやはりとにかくチャレンジしていってどん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 ね、いつか破れるまでチャレンジしんと道はないっていう、そういう強さみたいなものは僕の中にやっぱりきっと確立されたなと思いますね。あの雪の総名戦、あれ87年でしたかね、10年前、私も強烈に印象に残っております。まあ、私はあのマスター出身ですから、ノーサイドの瞬間こうテレビの前でこう飛び上がって喜びましたけれども、あの明くる日の翌日の新聞にですね、確か北島監督のあの笑顔とね、あの PK を取らずに愚直にこう前へ前へと進んだ子どもたちを褒めてやりたいといった意味のコメントが載っていて、私は明治が好きになりました。北島監督、どうか安らかにお眠りください。